そう、今季リーガに移籍したアルバレスとエンバペ、決定力を比較した結果が悲惨すぎると話題に。今夏マンチェスターシティから移籍金9000万ユーロでアトレティコに加入したフリアン・アルバレス。加入当初こそ適応に苦労したものの、現在は期待に応えるような活躍を見せ、公式戦7連勝中と好調のチームを牽引している。アルバレスが驚異的なのはペナルティエリア内での決定率である。アルバレスがエリア外から決めた得点はプラガ戦のフリーキックのみで、その他の10得点はエリア内から決めたものだが、27本のシュートのない実に10本を決め切っている。2.7 本シュートを打てば1ゴールが決められる計算だ。また、同じくラリーガ初挑戦のレアル・マドリード FW キリアン・エンバペと比較すると、ペナルティエリア内では74本のシュートを放って8得点と、1ゴールを決めるために 9.25 本のシュートが必要だった。守備もサボらないし良い選手ですね。彼とオモロディオンの2トップも見たかった。シティはアルバレス残すべきだった。ハーランドは得点決めない試合はずっと空気。プレミア、CL、ダブル杯と優勝受け負い人ですからあとはリーガに適応できれば、というところでしたが問題なしですね。アトレティコは今季優勝するかもしれないぐらいの陣容で結果も出ているね。アルバレス素晴らしい。エンバペが本調子じゃないってのもあるけど、それでもアルバレスの決定力はすごい。シティはハーランドじゃなくてアルバレスを使った方が強いんじゃないかと思うね。アグエロの後継者。エンバペは本当に外しまくってるから、比較先としてはレバンドフスキやビニシウスのデータが欲しいな。レバンドフスキ3本、ビニシウスは 4.5 本くらい。データによっては多少ばらつきはあると思うけどね。やっぱアルバレスの決定力はかなり高い。できないことがマジでない。PK、FK 蹴れる。しかもボールを絶対失わない。選手の質ってこういうことなんだと感じるほどにうまい。さすがですね。ハーランドがいなければ確実にシティのエースでした。ビッグクラブはどこも狙っていましたが射止めたアトレティコはさすが。結果については驚きもありません。アルバレスなら当然。レアルはエンバペよりアルバレスのような器用で黒子にもなれる FW を獲得すべきだった。ベンゼマにも近い。